か。
楽器で乱暴者の猿たちをなだめるのじゃ。何よりも何よりも大切な人さ、Thank you.
冒険ができて楽しかったよ。だけど次の冒険はもう始まっている。さあ、心のコンパスに従って信じる道を進もう。完全に止まるまで。